夕焼けが場内をオレンジ色に染めています。園田競馬場です。今日のメイン11レースは第1回兵庫ジュビナイルカップ新設2歳重賞です。 1400m 戦頭数12頭、出走メンバーご紹介します。初めての重賞タイトルを取るのはこの世代どの馬でしょうか。1番レイバローゼ杉浦健太、2番クラウドノイズ下原治、3番タルナカンワル広瀬渡、4番アフェットレイ大垣和馬、5番マミエミ桃太郎川原翔一、6番今なんじゃない小谷周平、7番高安定陽永井貴則、8番サエノコントラスト田中学、9番ハバラビーチ吉村智博、10番グレールール中田隆、11番ミナックシアター田野豊和、12番スタビライザー竹村達也となっています。12頭中牝馬が7頭です。牡馬5頭顔を揃えています。さあスターター台上です。兵庫ジュビナイルカップ、ファンファーレが鳴り響きました。場内から拍手、大きな拍手が湧きます。5年ぶりの新設重賞、2歳の重賞、第1回の兵庫ジュビナイルカップです。将来楽しみな若駒12頭が顔を揃えました。人気は拮抗しています。12番のスタビライザー戦運を2連勝している馬、こちらが人気を集め、ただ拮抗しまして、あとは820メートル戦デビュー戦2歳の820、今年の1番時計でした。2番クラウドノイズが 3.2倍、あとは11番ミナックシアター 4.3倍、5番マミエミ桃太郎 7.3 倍で続いていました。戦運を2回使った馬、それから820メートルを勝って、これが2戦目の馬、多士精誠のメンバー。さあ11番のミナックシアター、まだ未勝利ですが2着続き、いいレースを見せています。今収まって、さあ9番ハバラビーチゲートにかなり嫌って、ちょっと暴れています。大丈夫でしょうか。一つそれが課題だった馬でもあります、9番ハバラビーチ。820メートルから距離延長、今日4勝固め勝ち、吉村智博騎手鞍上です。全国最速で年間200勝に今日到達しています。なんとか落ち着いてくれたでしょうか。西日が差し込む場内です。さあ12番スタビライザー、重賞創設元年の兵庫ジュビナイルカップ、今ゲートイン完了しました。スタートしました。少しばらきました、アフェットレイなど後ろからです。スタビライザーは五分か、後方になったのはサヨのコントラストなど横に広がっています。さあ何がいけるか。9番ハバラビーチ、それからインコース2番のクラウドノイズ、先頭2番手3番手5番のマミエミ桃太郎、これは3番手控えそうです。川原並んで12番スタビライザー3番手の外側です。あとは5番手6番今なんじゃない、インコース10番のグレールール、1コーナーカーブに入っていきます。ミナクシアーターは中段です。外を通っては7番の高安定用で 1,2 コーナー中間地点、そのインを通って1番のレイバローゼ、さらには3番タルナカンガルと2馬身差4番アフェットレイ、最後方8番サヨのコントラストです。若干縦長に見えます、向こう上面です。前は2番のクラウドノイズ、今日も花を取れました。これが首ぐらいのリード、2番手ぴったり9番ハロマビーチ、下原吉村並んでいます。その後方手が動いて12番スタビライザー、人気の中心竹村です。前との差を詰めに行く、インコースから5番マミエミ桃太郎川原翔一64歳、その後方10番グレールール押し上げる、11番のミラックシアター田野です。前との差をぐんぐん詰める、4馬身3馬身ちょっとバランスが崩れている10番グレールール大丈夫か、 3,4 コーナー中間点です。さあここで一気に先頭変わるか、ピンクボースタビライザー、そしてミナクシアター8枠両馬並んでいる、内で頑張った9番のハバラビーチ3頭広がって、内に進路を取る5番のマミエミ桃太郎川原は4番手から前を伺っていく、4手広がったオースターグレールールです。直線残り100を迎えました。先頭マミエミ桃太郎川原翔一抜け出していくか、外からミナクシアター、それからハバラビーチに粘っている、先頭5番マミエミ桃太郎川原翔一1着ゴールイン、最年長重賞勝利記録更新、5番のマミエミ桃太郎2連勝で重賞制覇。2着11番ミラックシアター、9番ハバラビーチが3着か、あとは12番スタビライザー、やりました。5番マミエミ桃太郎、鞍上川原翔一、大井の的場文雄騎手が2018年に記録しました62歳と12日を大幅更新、64歳4ヶ月そして27日でついに最年長重賞勝利記録、
更新となりました。日本競馬界史上最高齢での重賞勝利記録です。4頭広がる中、最後は左右打へと進路を取った5番マミエミ桃太郎、見事2馬身ほど抜け出しての快勝でした。今年の2歳世代最初の重賞ホース、5番のマミエミ桃太郎の頭上に輝きました。2着11番ミラックシアター、勝負どころを押し上げた太郎、好騎乗でしたが2着までハバラビーチ先行していきましたが、こちらわずかに遅れ3着か。あとは人気の中心12番スタビライザーが4着、そして10番グレールールと、こういったところが上位を占めました。インゴ通ってインゴついて5番マミエミ桃太郎、川原翔一騎手ベテラン名手の腕、これで戦4 2勝2戦目の重賞、見事に勝利を収めています。西県モノノフ3区の2歳ボバ、諏訪厩舎の管理馬です。川原翔一騎手、これが通算重賞117勝目、2020年5月の野次菊賞以来3年2ヶ月ぶりのこれが勝利となります。見事に最年長重賞勝利記録更新、2年4ヶ月以上更新するという大記録が生まれています。諏訪厩舎勝利を収めています。第1回兵庫ジュビナイルカップ5番11番9番で上位3頭点滅を始めています。確定までもうしばらくお待ちください。